はい、こんにちは、今日はインスタグラムフォロワー様からメッセージでご質問いただいております。ご質問は、私は風俗で働いているのですが包茎手術を考えています。風俗嬢が包茎手術を受ける際に注意することとかあったら教えていただきたいですっていうご質問ですね。まあ、風俗で働いている方が包茎手術する場合、まあ、この場合の包茎手術っていうのは、まあ、おそらくシリコンバッグプロテーゼを入れる包茎手術ですね。まあ、シリコンバッグプロテーゼっていうのは、まあ、脇の下などから切開して、まあ、乳腺の下とか大胸筋の下を剥離してプロテーゼを入れて、その分まあ大きくする、まあ、それ、まあ、一般的な包茎手術、そのことを言ってると思うんですけど、まあ、それ以外にはあと脂肪吸引して脂肪注入する方法とかもあるんですけれど、まあどっちかというと脂肪注入よりもシリコンバッグプロテーゼの方がしっかりと大きくできるんですね。まあ、脂肪注入はですね、向いてる人と向いてない人がいて、向いてる人っていうのは、まあ、太ってて胸が大きい人なんですよね。まあ、太ってて胸が大きい人だとたくさん脂肪吸引できて、でたくさん注入することができるんですね。注入するだけのキャパもあるんで、まあ、そうするとですね、まあせいぜい、まあ、2カップぐらい大きくできるかなと。まあ、普通の体型の人だと1カップ大きくするのも難しいとか、まあ、そういうこともあるし、あと、まあ、痩せてる人だとね、もうそもそも脂肪注入、脂肪吸引ができないということもあります。まあ、風俗嬢の方でシリコンバッグプロテーゼの包茎手術する方が多いわけですね。で、まあ、全身麻酔でやるわけなんですけれど、でじゃあ包茎手術風俗嬢の方がやる際何を注意しないといけないかっていうと、まあ、毎日たくさんの男性のお客さんに胸を揉まれたりとかするわけですよね。いろんなことをバストでね、マットプレーとかなんか挟んでなんとかとかいろいろするわけなので、で揉まれたりとか乳首吸われたりとかね、いろいろされるわけなんで、まあ、揉まれたりとかいろんなことされた時にお客さんに包茎手術をしてるっていうことがバレるっていうのが僕は一番の問題だと思います。っていうのは、もしねお客さんがその風俗嬢の、ね、胸を揉んでシリコンが入ってるっていうことが分かるとですね、やっぱりデリカシーのない男は、あ、包茎手術してるでしょうとか、シリコン入れてるでしょうって、その直接女の子にね言うんですよね。これ本当にデリカシーのない男性のやることだと思うんですけど、本当の紳士だったらシリコン入ってるなって仮に分かったとしても言わないのが僕は紳士だと思います。っていうのはやっぱりなんかマウント取る感じなんですよね。そういうことを言う人って、お客さんがね、あ、シリコン入ってる、俺わかるよとか、俺すぐわかるんだよねって、やらなくていいのにとかね、まあ、そういうですね余計なことを言う男がいるとやっぱり女の子は傷つくんですよ。自分の意思で包茎手術したのに男性にね、あ、包茎手術してるだろうって、別に自然のままでいいのにって、やんなくていいのに、俺すぐ分かるし、俺は天然の父の方が好きだなとか言ってくるデリカシーのない男ってね一定数いるんですよね。そうするとねやっぱり気分悪いです。なので風俗嬢の方が包茎手術して男性に胸揉まれてバレるような包茎手術はやるべきではないと僕は思います。でこれが、風俗嬢の方ではなくて、例えば夫婦とかカップルで包茎手術やりたいっていう方いらっしゃるんですよ。まあ夫婦が多いですよね。例えばその奥様がですね、妊娠出産授乳して、そうするとね出産して授乳するとですね、授乳中とか妊娠中は胸がバーンと大きくなって、その後授乳が終わるとシュルシュルシュルってしぼんでね、しなびて垂れた胸になっちゃうわけです。もともと大きい胸の人ほどしなびて垂れた胸になるわけです。そうするとその女性本人もちょっと寂しいし、で旦那さんも大きくしてあげたいっていう気持ちがあるわけです。まあ、大抵夫婦でいらっしゃる方はもう夫婦ともに包茎手術やりたいっていう前向きな方なんですよ。
まあその女性の方本人も昔は巨乳だったのに子供を産んでから本当にしなびちゃったって言って、また綺麗にしたいってね。で旦那さんもですね、妻がね、こう言ってるんでね、ぜひ先生お願いしますっていう感じでですね、まあ、仲のいい夫婦が一緒に来て、豊胸手術やりに来るってことはよくあるわけであって、でその場合は胸を揉ませる相手は旦那さんだけなんですよ。まあ、不倫するとか、ママ活とかね、まあ、そういうのはないっていう過程でお話しするんですけど、まあ、旦那さんにしか胸を揉ませないし、旦那さんも豊胸手術を受けることは賛成してるし分かってるので、仮に胸揉んで、あ、ちょっと入ってるかなって分かってもまあまあいいと思うんですよ、それは。だけど風俗嬢の方は毎日ね、たくさんのお客さんに胸揉まれて、まあ、その都度、まあ、一定数の割合で、あ、入ってるやろうとか言ってね、やんなくていいのにとかねって、天然の方がいいんだよとかね、養殖物はダメなんだよとかね、なんか余計なこと言う男がいてね、その都度嫌な思いするので、やっぱり僕は風俗嬢の方豊胸手術するときは、まあ第一に揉まれてバレないような胸を作るようにしています。まあこれもね、その女性のね患者さんとしっかり話し合った上で、決めるわけなんですけれど、じゃあ揉まれてバレる胸とバレない胸、何が違うかっていうと、まずね、シリコンバックプロテーゼ豊胸の豊胸手術でも向いてる人と向いてない人がいるんです。じゃあどういう人が向いてるかっていうと、それは胸が大きい人です、まあ、胸が大きかったり、あと太ってる人、そういう人の方が豊胸手術向いてるんです。で向いてない人は胸がちっちゃい人とか、あとガリガリに痩せてる人なんですよ、まあ、これ皮肉なことに自然に仕上がってなおかつ巨乳にできるのはもともと胸が大きい人なんです。っていうのはね、シリコンプロテーゼってやっぱり人工物を入れるわけなんですよね。で今のね、シリコンプロテーゼね、かなり自然で柔らかいんですけれど、まあこういうもんですごく柔らかい、いい感触で、コーヒーシブシリコンジェルパックなんですけれど、でこれを乳腺の下とか大胸筋の下に入れるわけなんですけど、まあ、乳腺の下に入れる方が大胸筋の下に入れるよりもやっぱり自然に仕上がりますね。っていうのはやっぱ本来バストの動き、柔らかさ、感触っていうのは乳腺とか、あと脂肪の感触なので、なるべくですねそこに近いところに入れた方が、自然の胸とね同じように動いたり感触がするわけです。でも大胸筋下に入れざるを得ない人っていうのもいるわけで、そういう人はガリガリに痩せてる人ですね。ガリガリに痩せてる人に乳腺下に入れると、やっぱりこのプロテーゼの上にかぶさる乳腺とか、皮下脂肪っていうのがすごく薄いので、やっぱりぽっこり浮き出ちゃうんですよ。なのでガリガリに痩せてる人なんかは、まあ大胸筋下に入れることが稀にあります。ただ今のプロテーゼね、かなり感触柔らかくなりましたんで、まあ昔と比べると大胸筋下でやるっていう人はかなり減りました。ほとんどの人が乳腺下でやるんですけれど、でも今でも本当にガリガリに痩せてる人なんかは乳腺下に、大胸筋下に入れるっていうことはありますよね。というわけであって、ちょっと太ってたりとか元の胸が大きい人の方がやっぱりプロテーゼ乳腺下に入れた後、その上にかぶさる、脂肪と乳腺のボリュームが大きいし、皮膚も厚ければより、感触がですねいい感触になるので、まあ、胸が大きかったり太ってる人の方が向いてるわけです。だから胸が大きい人の方がより大きいサイズのプロテーゼを入れることができて、まあ、巨乳とか爆乳とか、スイカップとかね、そうメロンチチとかですね、そういう胸を作ることができるわけです。で逆に痩せてる人、胸が小さい人に大きいプロテーゼを入れるとですね、やっぱり上にかぶさるボリュームが少ない分、まあ、触り心地がちょっと人工的っぽくなります。なのでもうガリガリに痩せてる人は、まあ、大胸筋下でも、まあ A カップぐらいあるかなっていう人なんかは、まあ、乳腺下に入れるんですけど、いずれにせよなるべく大きいのは入れない方がいいです。やっぱり小さいものを入れる方がですね、その上に
ボリュームが乗っかってくれるので不自然になりにくいですね。だからまあ一番ちっちゃいプロテーゼだとね、まあ 100cc とか 105cc とかあるんですけど、まあこれでもまあ1カップぐらいは大きくなるんですけど、まあ痩せてる人でなるべく自然に仕上げて胸を揉まれた時にバレたくないんだったら小さい方がいいです。まあ100、125、150、160とか180とかあるんですけど、痩せてれば痩せてるほど小さいものを入れた方がよくて、で逆にね元がボーンとね D カップとか E カップとかある人なんかは 300cc とか 400cc とかね、まあ場合によってはもっとそれ以上のものを入れても、まあ、自然な爆乳になるっていうことは多いわけです。なのでまあ風俗嬢の方もそうなんですけど、あと AV 女優の方、セクシー女優の方も豊胸手術よくさせていただくんですけど、僕は AV 女優の方もやっぱり自然であってプロテーゼ入ってるってことがバレてはいけないと思います。だけど僕はバレちゃいけないっていう点では AV 女優よりも風俗嬢の方がハードルが高くてより難しいと思います。っていうのは AV 女優の方はまあ、胸揉まれたりするのは男優の方なわけであって、あとそれを見てる視聴者の方は触るわけではないんですよ。だから見た目が自然であればいいんですけど、触った時に、まあ、ちょっと感触がね人工物っぽくても AV だったらまあいいかなと。で巨乳ものの AV ありますね。巨乳が好きな男性っていらっしゃるので、まあ、もともと、ね、天然の巨乳の方が、巨乳の AV 女優になることもあるんですけど、まあ、プロテーゼ入れてもっと大きくして、巨乳の AV 女優になるって方もいらっしゃるわけです。あるいは AV デビューしてから豊胸手術してさらに爆乳にするとかね、そういう方もいらっしゃるんです。なので AV は見た目が自然ならいいんですけど、風俗嬢の方は毎日たくさんの男性に胸を揉まれてそれでバレてはいけないので、風俗嬢の方の豊胸手術の方が僕は難易度が高いし、 あとは無理して大きいプロテーゼを入れない方がいいということになると思います。はい、ということですよね。なので、風俗嬢の方は痩せててどうしても豊胸手術したい方はなるべく小さいプロテーゼを入れた方がいいです。まあ1カップ大きくなればいいだったらそれでいいと思うんです。 100cc とかでも、でもそれだったらやる意味がないってなると、まあ、それより大きいサイズのものを入れるわけなんですけど、大きければ大きいほど胸を揉まれた時にバレる確率は高くなると思っていただく必要があります。はい、なので、まあ、男性もですね、世の中には鈍い男性もいれば鋭い男性もいるわけです。なので鈍い男性だとですね、まあ、シリコン入ってるの丸分かりの胸でも揉んで気づかない人もいるわけです。だけど男性でもですね、なんか人の整形を見破るのがなんか趣味みたいな、なんか整形ハンターみたいな人っているんですよ。まあ、整形ハンターってね、女性の方に多いんですけど、まあ、知り合いとか、まあ、人の整形をですね見破るのが趣味みたいな人いるんですよ。あなた鼻やってるでしょ、あなた目やってるでしょとかね、それで整形してない人まで整形してるってことにしたりして、私は整形見破れるのよとかね言ってる人いるんですけど、まあそれは無理であって、プロの僕でもパッと見ただけで整形だってわからない人だっているわけです。もちろんデザインが不自然で手術も悪くてもうあからさまに整形顔だったら僕でも一般の方でもわかることがあるんですけれど、一般の方でもね整形したような顔の天然の顔の人もいるし、整形したような胸の人もいるわけなので、まあ素人の方で自分は整形全部見破れるっていう人はハッタリです。はい、ということでございます。はい、あとは風俗嬢の方が豊胸手術する際はバレないようにするっていうことも大事なんですけど、あと大事なのは仕事を何日休むかですよね。まあ基本的にね、やっぱり強く揉まれたりとかするのは1ヶ月ぐらい念のために避けた方がいいです。だから僕に関してはプロテーゼの豊胸手術した後は1ヶ月間は仕事を休むようにしてくださいって言ってます。1ヶ月経てばまあ結構強めに揉まれてもまず大丈夫です。それよりも前にね、例えば手術後2週間とかで仕事場に出て、でちょっと乱暴なお客さんにねギューって胸揉まれたりとかすればね痛いと思いますし、あんまりやると腫れてきちゃったりとかすることもありますんで、1ヶ月間、
は、仕事を休んでいただいた方がいいと思います。はい、あとはよく言われるのは、仰向けになった時に胸がその横に流れるかどうか、これが包胸してるか、偽物の包胸してる胸か天然の胸の違いかって言うんですけど、これはね間違いなんですよ。全部間違いじゃなくて半分間違いなんですけど、さっきも話したように、もともと胸が大きい人にプロテーゼ入れた場合、乳腺下に入れる場合は、シリコン入れた胸でも仰向けになれば横に流れます。はい、で横に流れない胸っていうのは、最初に話した通り、ガリガリに痩せてる人に対して、まあ、大きめのプロテーゼを入れた場合なんかは、やっぱりもともとの皮膚のゆとりもないし、もともと垂れる脂肪とか、あと乳腺もないので、仰向けになるとポッコリします。なので、痩せてる人はちっちゃいものを入れましょうっていうことです。なので、もともと胸がちっちゃい人は、天然の胸でちっちゃい人は、そもそもそういう人でも仰向けになると横に流れないんですよ。もともとちっちゃいから。だけど、天然の胸でも大きい人は横に流れるんですね。だから、もともと胸が大きい人にプロテーゼ入れる場合は、そういう人でも仰向けになれば流れますよと。ということなので、はい。なので、まあ、最初の話に戻るんですけど、包胸手術で胸大きくしたくて、包胸手術したくてバレたくない人は、もともと胸が大きい人は大きいのを入れても大丈夫です。だけどもともと胸がちっちゃい人、 A カップもないぐらいの人なんかは、なるべくちっちゃいプロテーゼを入れて、不自然に大きい胸を作らない方がいいということです。もともと胸が大きい人は結構大きめのを入れてもバレないです。はい、ということです。ご視聴ありがとうございました。